ました。何のボスかもわからない。あ、新人愛護委員会です。ボス、新人愛護委員会のボスの彼方ですよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、姫。はい、うなーい、みんなが両方のライブ4期生姫森ルーナなのだ。この二人がだいぶうるさいもね。うなたはこの二人をね冷静に見守りつつ、はーちゃま音量がなんかちょっとやばいらしいね。ちょっと何、ちょっとみんなのさ音量確認してなかった。うわー、ほんとだ。やばい。まずルーナとはでかい。カナタはでかい。あれ、あ、そっか、じゃあわかんない。ルーナタンはでかいかな。カナタンと青くんを上げればいいんだ。いや、多分ルーナタンを下げた方がいい。音割れてるって言われてるんですよ。ごめんごめん。音割れてるって。おい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 、ルーナタン下げた。下げた。どう、アマネちゃんは小さいらしい。どうせ、もうマックスよ。みんなマックスよ。私ちっちゃい？こんな、ちょっと上げました。どう？いいかな。え、これ、はーちゃんも、え、これ、これも。はい、ということで、終わりましょうか。締めの、そうなんだ。すごい。早い。もうね、40分。もう延長は無理ということでね。はい。一つ、あれですね。人生ゲームじゃなくなった一つのデメリットとしては、時間が短くなってしまうことですね。先輩たちと遊べる時間が。素晴らしい。なんて、もうこれもう100点満点すぎる。これ、はーちゃんも見習った方がいいぞ、これ。それじゃあ、はーちゃんにはね、次まだ内緒ですよね。内緒なんだよね、はーちゃんの理由です。誰が来るか。誰が来るかは内緒じゃないよ。あ、内緒なんだ。誰が来るんですか？え、これ日程も内緒じゃないよ。言えよ、じゃあ。言っていいよ。弱点とか教えますよ、弱点。弱点、あ、弱点来てるかもね。何で教えますよ。ということで、次回はですね、12月28日、水曜日、22時から、はん。青のせ。あ、間違えた。じゃあ、締め、あ、スーッと終わりちゃう。いや、何だろう、そして行く感じの終わり方。ちょっと、あ、じゃあ、みんなで一緒に、さよならの挨拶とかね。びっくりした、今終わったのかと思った。みんなで、さよならの挨拶。オッケーオッケーオッケー。せーの、初めて忘れた。何だか言うの忘れてた。青ちゃまたんなのら、さよなら。あ、待って、どうしようかな。だよ、じゃあ、おつほろライブで、おつほろライブ。せーの、おつほろライブ。おつほろライブ。悲しんでくれて。いや、それはね、確かによかったけど、うん、でも人生ゲームほら、はーちゃんは2、3時間かかるからさ、僕なんかもう今日は0時近くまでと思ってたけど。え、もしかして人生ゲーム、はーちゃんは人生ゲーム1時で終わんねえよ、と思ってたの？人生ゲームはめっちゃ長いと思ってたけど、今回人生ゲームじゃなかったかな、だったら1時間かなと思って、はーちゃんは21時から開始したと思って、22時で。21時しか回収してねえだろ。してないよ。学び終えたな。なるほどね。え、これ、これが本物か。これ本物のハーチャマだ。これ、え、ちょ、ハーチャマこれじゃあ、な、なになに？これは、Cパート。Cパート、あー、スパ
チャ飲みみたいな。気持ちいいこの空気。4人でスパチャ呼んでいく感じ。初めてだなこれは。4人スパチャだよ。僕もデビューして初めてですね。読まないけど新しいなーね。これがハーチャマン。これがハーチャマン。アフタートーク的な。